はい、こんにちは、リジェクター DQ10 がお送りします。8月のシンデレラ9、通称8内ですね、第007回ということで、これ撮ってると11月21日木曜日なんですけども、アップデートがありまして、このように、新しい新チャプターとかね、あとはもうグランドスラブチケットですね。これ私は交換のとこで購買で見てまして、これいつもらえるんだろうと思ってたら、こういう感じで、イベントで、もらえるんですね。だから前のハロウィンチケットみたいな感じで、おそらく定期的にもらえるんでしょうけどもね。これで月2回までの絆の結晶極みですかね、あれも2回取れる、30個でね、ということらしいですね。ということはあれなんでしょうか、毎月あるんでしょうか、これは。ちょっとわからないですけど、先月やり始めた頃は、ハロウィンやってましたからね。ありがたいですけど、他にも、このような、手編みのマフラーはちょっと前からやってますけど、すいません、ということで、メインチャプターにこの架橋先生の明日にかけた、これアニメで言えば第1話みたいな感じのチャプターが出て、そんなに途中までやってますけど、そんなに敵は強くない、序盤ですからね、最初の今更かよって感じの内容ですけども、面白かったですけどね。ナインスターもらえますし、でここが若ちゃんの、これはあれでしたっけね、期間限定ですかね。それから先ほど言いましたこのグランドスラムチケット、これはもう全部やりました、一気にやりまして、全部ゲットということで、ここでアイテム交換ですね、ここでこれで初めて使えるということなんですけどね。もうちょっと極みは2個もらっちゃいましたんでね。で食べとります。はい、このように今、プレゼントに来てましたので、それを受け取るとこのように26個で、これは取っときましょう。お小遣いとかも回してもいいんですが、ちょっと様子見で取っときましょうって感じですね。で、このお小遣いもだいぶ 45,175 円、もうちょっとですね、もうちょっとまだまだですね、5万5千ぐらい貯めないともらえないですね。もうちょっと一息でも、なんか噂ではお小遣いおっぱいさんっていう名前らしいですので、ずっと12月1日までって期限がありましたけど、更新されるんじゃないですかね、ずっとね。あと10日ぐらいしかないですけど、なんとか欲しいって感じで。先週図鑑を今やってますけど、今日はファーストですね、その野崎祐樹さん。この人はパワーヒッター。守備もいいですね。守備とパワーが4000超えって感じですかね。このようにですね、大体パワー守備が4000超えちゃってるって感じですね。それにしても最近はデレストが大変で、デレスト上げないとなかなか A にもならない。A が、チーム、あれが2万4000でしたっけね。いいですけど、天草ちゃん。これは守備ですね。足もまあまあ速いっていう感じ。ファーストは4人ですかね。で、これ、いろはちゃんも、パワー、走力、ぼちぼちって感じですね。たまに4番にしますけど、4番でつなぎの4番、サブローって感じですね、ロッテで言うと。これ、秋の小麦ちゃん、この子はもう足が速いですね。ミートもそこそこありますね。っていう感じなので、パワー系とミート系、足系って感じで、ファーストの割には足の速い、守備の良い選手がいる感じですね。4名ですね、一塁ファーストね。いう感じで、もうデレスト大変なんですけど、これはまたファースト起用率っていうことでね、この間ショートやってましたけどね、全部持ってないです。なかなかガチャ回せなくなりましたね。ゲーム開始当初は、もうバンバンナインスターのシナリオ読んだりしてね、溜まってたんですけども、全然今最近は、ちょっと試合進めるとね、
すぐなくなスタミナなくなっちゃいますからということで普通のガチャを、これも、ま、毎日じゃないんですね、月曜のやつですかね。あーこれですか、ゆかりちゃん、これもいっぱい持ってんな。うん、ということでガチャも回したいんですけどね、まあ、あんまり課金はしないようにしてますんで、え、まあぼちぼちって感じで、え、またゆっくり遊びたいと思います。はい、ということです。え、まだネタを作ってアップしたいと思います。はい、それでは皆さんごきげんよう、さようなら、どうも。